はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会の時間がやってまいりました。はい、ついにですね、なんとね、アメリカに戻ってきて、真面目に話せる機会がやってきたって感じですね。大会も終わりましてね、みゆちゃん、はいはい、帰ってきまして、私もね、考えることがいっぱいあります、はい、で、2つ3つ新しい動きがあるので、皆さんにそれをまあ紹介しながらね、やっぱりいろいろね、例えば人生ってのを考えた時に、今後のマジックキャッスル僕が考えた時に、そろそろ僕も引退したいななんて思う時期に来てるんで、じゃあね、勝手に引退するのはいいけど、やっぱりそういうわけにいきません。自分が作ったその歴史的なマジックキャッスルとの付き合いとかそういうものを誰かにつないで、そしてね、自分の持ってる技術、そういうものを誰かに託していきたいってことがあって、最近はね、ネット上でもいろいろね、神田がショップだとか、それ以外に例えばマジックオブジャパンね、そういうところなんかで、変な話言ったらおかしいですけど、たくさんいろんな人たちと交流を持ちながら伝承活動していこうかなと思ってます。はい、ということで行ってみたいと思います、はい、魔法を信じるかい、はい、というのもね、ジャパネット高田の高田社長が引退したんだよ。66歳だった。やってたよ、完全な引退で、テレビ出演は1年ぐらいのうちにだんだん減らしていこうかなと。 あんまり出すぎると自分はインパクトが強すぎるから息子の代でね、迷惑かけちゃうななんて言ってるんだよ、で俺潔いと思うんだな。俺65、6なんて全然まだいけるし、政治家だったらいくらでもなんだけど、やっぱり下を育てたり組織を盤石するにはやっぱり徳川家康と同じように、自分が現役から退いて下から支えるってのが大事だなと思ったんだな。力があるうちに、そうしない。そうなので、それを考えた時にやっぱり自分があくまでもそんなにね強く表に出過ぎてる限りはみんなが成長しないし、で、これは俺の伝承であって、だから俺のその伝承者がシュート君であるって、シュート君はシュート小川という新しいさ、一人のさ、創設者であるから、そうじゃなくて自分の持っているものを誰かに伝えて、自分の考え方とか自分の作ったマジックキャッスルを誰かに伝えていきたいなっていう気がしたんだよね。現実的に俺の作ったそのブレーンっていうのはシュートと全然違うわけだ。そうだね、実を言うと俺本当に古くからこのマジックキャッスル30年来の人間関係の付き合いがあるわけだから、やっぱりあれがコミュニティが違うよね。全然違うんだよ、周りに集まってくる人が違う、だけどシュート君を立てて、シュート君の裏でやってるものではなくてね、シュートはシュートで立派なものを持ってるわけだから、別のものだよね。そう、それを考えたんだよね、でそのためにはね、もう一つ言えてることは、自分の持ってるマジックをやっぱり伝承してくれるっていう人が欲しいなと思ったの、というのはね、これ本当の話なんだけど、見てて下手すぎるんだ、例えばね、シュート君を例に挙げない、シュート君がすごく上手に見えるんだけど、実際のことを言うと、そうだな、立体のコインはいいね、コイン上手だと、立体はね、だから平面はまあまあだ、カードは押しむらくは全然ダメ、全然って言ってもいいかな、やっぱりちょっとダメなんだよな。それでリングはお話になる、差がついちゃったね、だからかといってね、彼に全部をやれというのはすごく気の毒な話で、あいつの持ってる立体のコインだとかそういうものね、これに関するものとかステージの一部のものに関しては、これはもう十分にもう、自分が教える域を超えてるものも多いわけだから、そうしたらそれを伸ばしていくためにもう40になるから、あいつもね、俺が60であいつが40だったら本当は30でね、もう全部そういうのをねやめようと思ったんだけど、やっぱり10年間やっぱりまだ彼が成長しきれなかったこともあって、でこれからあとは先は自分で考えるべきだと思ったんだよね、で俺は俺でやっぱり将来いろんなことを考えて、まだまだ自分の人生はあるわけだから、人生の長い中でいろんなことを作ったりやっていくためには、やっぱりそういう環境をしなきゃいけないと。そしたらやっぱり自分が生活を十分できるだけのお金も必要になってくるし、そしたらやっぱり教えることはあと5年にして、もちろんレクチャーもするし伝承活動もする、だから当然それだけのお金を私はもらいながらね、人に教えていこうかなと思ってるわけ、もちろん鹿本で教えることもあるし、レクチャーで教えることもある、だからこそそういうことを含めてね、日本中世界中に告知をしようと思って、だから日本語の文章はみゆちゃんに英語に直してもらうと思ってる、逆にだからシュート君じゃない、みゆちゃんが英語に直せることがそろそろできるなってことも分かったから、ジョンとかさ、みんなにさ手紙も出せるわけです。でもさ、あんま内容上手じゃなくていいんだよね、この文章は西井みゆが書きましたって言っちゃえば別にいいんだけどね、だからそんなことを考えてね、やっぱりそろそろ伝承の時期かなと。じゃあね、何をやるんだろう、何を教えてくれるんだろうつって、中国の子がまあ早速にもう反応してくれたんだ、ね、体のでっかい185センチぐらいの中国の子、で何が知りたいの、何が俺から知りたいのね、これ大事なんだよ、俺から知りたいことなんだよ、だから何年のマジックのやり方を教えてくださいとか種を教えてくださいって誰でもできるし、DVD3000 か5000で買えるんでしょ、そうじゃないんだよね、俺から知りたいことが何なんでしょうかってところをしっかりとね、
やらなきゃいけない。キャッスルのレクチャーの時は、うん、フォースとか人気あったんですね。フォースだね。だから俺が絶対的に、うん、リングとフォースか、リングとフォースっていうのはもう別格のものだし、新しい技術を作ることはもちろん当然だしね、うんうん、やっぱりあの結局誰も持ってない技術で現象をやっぱり終わらせるから、昨日なんかあったね、やっぱ人たちも、うん、あの柳田出るんだろう、神田さん出るんだろう、チャーリー出るんだろうってくるね、うん、それでとにかくチャーリーのはスキルがすごすぎて、うん、もう今からワクワクするんだって言ってくれて、うん、ね、それでミュウちゃんと一緒に出るってことを聞いた時に大喜びしてくれる ね, ね、うん、だからそういう人に応えるための自分はテクニックを今後も磨いていくんだけど、ね、だけど自分だけのものにしてあの生活の糧にするのではなくて、やっぱり教えていかなきゃいけないかなっていうのがあるんだよね、うんうん、やっぱり自分の忍者リングのその細かさの目の動きか何かだっていうのは実を言うとものすごく地味にやってるんだけど、うん、実際は村上翔陽がやってる動きと同じように派手に動いてて、スライディニーの目の配り方と同じようで、もっとあの細かく正確に強くやってる。だからそれに対してメンタルを与えると、メンタルのマジックで誰も分かんなくなっちゃうんだよ。だからこの誰も分かんなくなるってことは、このままずっと墓場まで持っていくことはできるんだけど、うん、やっぱり俺としてはね、やっぱり自分のあのマジックをこの将来に伝えるようなことをしていきたいわけだし、やっぱりあの正しくなかった今までのものを変えて、うん、正しいマジックの考え方をアメリカだけでは世界中に知らしめていきたいってことあるよね、うん、だからアメリカの人たちがそういうふうに持ってくれてるんだったら、じゃあ日本の人たちにはもっともっとその機会を与えなきゃいけない。だからハードルは高くしたよ俺ね。だから人生を考えた時に、じゃあいくらで柳田のマジック買ってくれるかってことを考えたんだよ、うん、まあこれはちょっとまああれだけどね、思った時にとりあえずあのそんな多くとか言ったってさ、みんな具体的ではないよね。だから忍者リングとクラシックホースと、ね、それ一切のもの、そしてマジックキャッスルの自分のブレーンを引き継いでくれるんだったら2000万かなと思ったの、うん、どういうことかっていうと、2000万あれば俺が5年間だったら5年間普通に悠々と次の支度ができる、うんうん、そしてあの2000万ぐらい出すって大変でしょ、うんうん、だからそうするとそれだけの覚悟ができる、うん、そうだねということなんだよね。だからみんないろいろ言ったんだけど、実はね上口龍生君が、うん、あの島田さんからドラゴンイリュージョンを、ね、うん、完全に伝承したと、うん、ドラゴンイリュージョンはもうだから龍生君のものだというところまで400万とも700万とも言ってるの。これ妥当な数字だなと思ったの、うんうん、だから400万700万で70いくつの、ね、あの癌を患ったけど今元気でやってるけど、うん、その島田さんをしっかりと支えて伝承すると、これはある意味では正しい行動だなと思ったの、うん、高いか安いか別だよ。ただあの流星君にとってはそれは価値があると思ったんでしょう、うん、だから俺は偉いなと思ったの、うん、だからその金額云々じゃなくてどうのこうのじゃなくて、俺は例えばヤコママから10億って言われたって動かなかったんだけど、うん、それは自分の人生を要するに自由にさせてくれということだから、それは別だよね、うん、だから俺は自由にやるから自分のマジックを引き継いでほしいわけ、いろんなことで、そう考えた時に、まあ、だから全てがどうのこうじゃないんだけど、2000万っていう数字が、うん、あの俺のクローズアップかなと思った、ドキャするかなと思ったんだな、うんうん、分かんないよ妥当かどうか、うん、だけどそんなのはまあ夢物語だって、それよくか忍者リングを教えたりすること、プライベートレッスンを増やして、うん、ね、世界中の人たちに柳田のマジックっていうものをね伝えていきたいと思ってます現在、はい、うん、だから本当に俺と同じリングってのはすごく難しいんだ、本当に難しいんだよ、うん、ずっとだって進化してるから、でもできるようになってくれないと、まだ進化するかもしれないけどね、うん、ここから先は俺よりリングの上手い人が生まれてほしい、カードもそうだね、うん、俺よりカードの上手い人が生まれてほしい、コインはあの立体のコインはシルとかで持ってった、うん、これでいいと思う、うん、だけどそういう人が出るってことはどういうことかっていうと、それ以上上手い人が全くいない状態なんだよ。ああ、そうか、うん、だってリング上手い人は絶対俺よりいないしね、絶対いないでしょ、うん、フォースもいないしさ、うん、いろんなこと考えた時、うん、だけど平面のコインはいるかもしれないじゃん、他にもね、そうだね、だけど立体のコインはシルとか絶対上手いでしょ、そうだと思う、うん、だからカードは誰が上手いかとかね言った時に何のあれもなくパンと言えるかどうかだよね。カードいっぱいいる気するんだ、うん、だから間違いなくフォースメンタルは俺だと思う、うん、それと同時にやっぱりリングだな、やっぱり本当はリングだなと思うんだよね、うんうん、だから誰もが思うよ、カードとかフォースって言うとうんどうだろうって思うかもしれないけど、リングだけは絶対どこにも、うんうん、いない、だからこそ、このリングを含めて伝承を考えていこうと思ってます。あとみんなが知らない俺のやってる密かな秘密の技法もいっぱいあるんで、そういうものね、だからこそ不思議なことができることもありますね。このまあ放送を聞いて興味のある方はメールでも何でもしてくださいってことで、うん、真剣考えてる。まあ2000万ってでかいかな、そうじゃなくても、うん、まあプライベートレッスンでもいいし、しかもに来るでもいいしね、いろんなこと考えて
弟子は取らないけど、うん、伝承者を探してるってことかな。本物のプロになりたい人ね、本物の世界一になりたい人、伝承者になりたい人待ってますということで、さよならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。